台北鉄道は日本統治時代の台湾台北州に存在した鉄道会社である。台北付近の鉄道路線図台北鉄道の前身は明治年間に台北南門から交換、京を大坪林新店と立って亀山に至る一社軌道であり、経営者は日本人の建設業者、沢石づくりであった。後に株式会社台北軽鉄炭鉱を設立し、 鉄道事業のほか、炭鉱事業などもいて、その産物を鉄道で輸送した。第一次世界大戦による大戦景気のために資金を集めることが可能になり、台北鉄道と解消して、季節線にほとんど並行する 1067mm 期間の新しい鉄道を建設し、1921年3月25日に全線開通した。関鉄との接続駅は一万花駅。 沿線にある台北帝国大学、兵器館などへの重要な交通手段になり、分散軍番地への用路を占めていた。なお、途中駅の京王から石かりと連絡する、1919年に開通した人車軌道も運営していた。まだ京王から分岐、石かりを経て、台北盆地の山地を超える鉄道を延伸させ、平京線の青い霧港に接続する。 台北浦線という壮大な構想もあったが、公費などの問題から未成線になった。戦後、台北鉄道は台北鉄路講師と会消、中華民国に接収され、日本人経営者は帰国させられ、実質的に解散した。1949年、小鉄路管理局が新店線を買収し、公営鉄道線になった。蒸気機関車、ありがとうございます。